とにかくこの部屋は警察が来るまでこのままにして施錠します。いいですね？答えよ。あ、マリアもわかるか。こりゃ何の匂いだよ。ひでえ匂いだぜ。私ちょっと厨房を見てきます。火はちゃんと消したはずなんですよ。カノン、熊沢と行きなさい。一人にさせないように。は、はい。臭い。これは確かに鼻が曲がりそうな匂いですね。しかし換気のために窓を開けてもいいものか。換気扇を回させましょう。窓を開ける必要はないと思います。ジョージの兄貴、話しかけても大丈夫かよ？犯人を探す相談なら構わないよ。部屋にはチェーンがかかってた。さっき構造を見たが、とても外から細工できる代物じゃねえ。つまり完璧な密室だったってことだ。そうなるね。バラ庭園の倉庫の時はシャッターの鍵を使用人室からこっそりと持ち出したのだろうとか、あるいは複製の鍵を持っていた可能性とか、いくつか方法が想像できた。でもチェーンは違う。チェーンは一般に浸透した施錠方法の中で最もシンプルに密室を構築できる。チェーンだけは物理的に破壊しない限り外からはどうにもならないぜ。じゃあつまり犯人は扉からは出入りしなかったってことなのか？こりゃ面白い。つい数時間ほど前にも扉以外でどうやって部屋から出入りしたのかってみんなで騒いだ気がするぜ。Thank you.
なら犯人は室内に入らずに犯行に及んだ。部屋の外から何らかの方法で。確かにチェーンである以上、人が通れるほどは開けなくても多少の隙間を開けることができる。ノックして顔を覗かせたところを襲うとか。いや、甘いか。甘いよな。エヴァおばさんの遺体が扉のすぐそばだったならそれも考えたぜ。だがエヴァおばさんは部屋の奥のベッドの上、しかも秀吉おじさんはバスルームだった。チェーンの隙間からでは姿を見ることもできないし、手を伸ばすこともできない。ちくしょう、全然ダメだぜ。さっぱりだ。おお、満足？満足って何がだよ。バトラは親族の誰かを疑うのが嫌だから、犯人はベアトリーチェであってほしいと願ったよ。だからベアトリーチェは叶えた。バトラが言った通り、絶対に人間には無理なことをして、バトラに魔女の存在を信じさせてくれた。なのにわがまま。おいしい。ああ、叶えてくれてありがとうよ。今のはその礼と、不謹慎な時に笑ったことへの教育的指導だ。それより教えやがれ。エヴァおばさんたちの部屋の扉にもまた怪しげな落書きがされていた。あれもまた魔法陣なのか。あれは特に覚えやすい特徴的な形なんだから、あのくらい知っててほしいね。おいて。知らねえから花を持たせてやってんだ。ごちゃごちゃ言わねえで解説しろい。バトラは暴力的だね。あんまり意地悪すると教えないよ。あいた。言うよ言うよ、この金骨男。あれは月の一の魔法陣だよ。何の意味がある？その魔法陣のご利益は？書かれてるヘブライ語の意味は？記されているのは旧約聖書詩編第107編の16節。主は聖堂の扉を破り、鉄の貫抜きを打ち破ってくださいました。魔法陣の効用は2つ。1つはいかなる方法によって閉ざされた扉でも開くことができる。そりゃ便利な魔法だぜ。つまり魔法の力に頼らなきゃ開けぬ密室の扉っていう、魔女様のアピールってわけか。もう一つの効用は、開かぬ扉を八方塞がりの事態に見立て扉を開く。難解な事態の時に用いることで、それまで思いつきもしなかった解決策を与えてくれるんだよ。平たく言うと観察力や洞察力、ひらめきや直感を授けてくれるんだね。ベアトリーチェはバトラごとき人間風情に、この扉の開き方がわかるものかって挑発してるんだよ。あいた。よーし、もう黙れ、ご苦労。上等だぜ、その魔女の挑戦。受けてやら。マリアちゃん、この世に魔女も悪魔も存在しない。父さんと母さんは誰かが殺した。それが僕のよく知る人間なのか知らない人間なのかはわからない。でもそのどちらであっても必ず人間なんだ。しかしどうやって、せいぜい10センチ程度しか開かない扉の隙間から、どうやったら室内の2人を。それにしても耐え難い匂いです。一体何事なのですか？ボイラー室。またボイラーの調子が悪いんでしょうか。
今の音は。カノンさん、ルーレットは数字と赤黒にかけて配当を競い合う。だが赤か黒かのようなリスクの低い賭けはその程度の配当しか与えられない。逆により的中率の低いかけ方をすればそのリスクに比例した配当が与えられる。親方様は天文学的なリスクを的中できることを奇跡と呼び、その結果得られる天文学的な配当を魔法と呼んでいた。親方様とお前がどんな魔法を求めてルーレットに挑んでいるのか、そんなことには興味ない。しかし、お前は忘れている。ルーレットには、赤でも黒でもない目が出うることを、忘れている。僕は、一つだけ心に決めていた。もし、シャノンが殺されて、僕が生き残るようなことがあったなら、この身を投げ出して、お前のルーレットを全て台無しにしてやろうと。これは、親方様が決めたルールでも、ましてや、お前が決めたルールでもない。このルールは僕が作った。僕は、もう家具じゃない。お前のルーレットの、ゼロなんだ。
僕はもうお前の言葉に惑わされたりはしない。悪魔のルーレットはこれでおしまいだ。地獄にてさらに千年、次の召喚者を待つがいい。ベアドリーチ、カノンさん、誰か、何事ですか、クマサワ。返事をしなさい、クマサワ。カード、返事をしなさい。源氏、南條先生をここに。いるものは何者です。おとなしく出てきなさい。そちらから出てこないなら容赦なく撃ちます。ライトだ、おばさん、照らすぜ。夏日おばさん、あの扉はどこへ。源氏、あの扉はどこに通じているのですか。中庭です。に、逃がすかよ、クソ、この野郎。待ちなさい、バトラ君、一人では危険です。
トラ君、一人で先走ってはダメです。バトラ君、チクショウチクショウチクショウ、ヘバおばさんに、秀吉おじさん、さらにカノン君かよ。6人も殺しやがった。飽き足らずさらに3人も殺しやがった。ふざけるな、ふざけるな。エヴァおばさんも秀吉おじさんも昔からいつも優しくしてくれる愉快なおばさんたちだったじゃねえかよ。カノン君とは昨日会ったばかりだが、きっとこれから仲良くなれたと思うぜ。なんで殺したんだ。どうして、どうして。人ってのはな、殺しちまったらな、二度と生き返らねえんだぞ。タケノコみてえにひょいひょい生えてきちゃ来ねえんだぞ。どうして殺すんだよ。どうして、どうして。大丈夫です。あなたも、ジョージ君も、マリアちゃんも、ジェシカも、私が絶対に守ります。母として、そして、後宮家の代表として。とにかく一度下に戻りましょう。犯人を探すより自分たちの身を守る方が最優先です。明日になれば船が来る。そうすれば警察がやってきて全てを白日のもとに晒し出してくれるでしょう。犯人がどうあがこうともこの島から逃げられるものですか。そうする。警察さえ来れば。
そらく親方様だと思います。私も同感です。このようなお姿でお亡くなりになるとは、おいたわしや。でもこの死体、本当に爺様だって保証はあるんすか？こうも黒焦げじゃ、性別さえも想像つかないってのに。マトラ君、足をご覧なさい。両足の指です。よくご覧になってください。本当だ。親方様はお生まれの時から両足の指に特徴がございました。そしてゆえに親方様は後宮家の再興を託されたのです。後宮家には昔から生まれつき多死症の方が多かったそうです。多分遺伝的なものでしょう。指に当主の指輪がありません。昨夜の手紙の通りということですか、お父様。さぞやご無念でしょう。
マリアちゃん、それ以上しげしげと見てはなりません。さあバトラ君も、カノンの容態も気になりますし、いつまでもこのようなところにはいられません。戻りましょう。おお、おい、マリエ。ベアトリーチェの目的は何なんだ？俺たち全員の命か？ベアトリーチェはもうすぐ蘇るんだよ。その時、誰も生き残れはしない。よくも笑えるもんだぜ。自分だけ蚊帳の外だと思ってるのか？どうして自分の身に危機が迫っていると感じない？どうして怯えない？ベアトリーチェは約束してくれたもん。私は黄金郷へ連れて行ってもらえるんだよ。そこはね、しがらみも何もない、すべての人たちがずっと一緒に、いつまでも優しくし合っていける素敵な場所なんだよ。私は楽しみだよ。その時はもうすぐだもん。マリア、もう一遍だけ聞く。どうせ答えは同じだろうが、もう一遍だけ聞く。おお。お前は昨日バラテイエンで手紙をもらった。そいつは誰なんだ？おお、だからベアトリーチェ。バトラがまだ信じない。おお。